1KO パーフェクトなファイターアレクサンデル・ムニョス、セレス小林、ボクシング人生最大の試練を迎えました。 WBA 世界スーパーフライ級チャンピオンセレス小林、去年3月ベネズエラの偉大な王者レオガメスをナックアウト、21世紀日本人初の世界チャンピオンに輝いた。ベネズエラの英雄ロハスを迎えた初防衛戦、インサイドワークに苦戦した小林だが判定で初防衛に成功した。巧みな試合運びと泥臭いまでのファイトスタイル、新たな王者像を作り上げている。そして今宵2度目の防衛戦、最強の挑戦者が立ちはだかった。挑戦者アレクサンデル・ムニョス、その戦績21戦全勝 KO 率は 100%、 まさに史上最強の挑戦者。小林に敗れたガメス、ロハスの祖国ベネズエラからの最終兵器、生涯一度もダウンさえ喫したことのないムニョスは言う、22番目の KO は日本で記す。王者に訪れた最大の試練、しかし王者はデビュー以来一度も KO 負けはない。全てを守るために倒れてなるものか。とんでもいいっすよ、とにかく勝ちたいですね、負けたくないですね。王者のプライドか、最強モンスターか、世界のベルト渡すわけにはいかない。この放送は三強株式会社、史上最強21戦 21KO 勝ちというムニョス、ベネズエラの最終兵器と言われてますが、まさに最強の敵を迎えるわけなんですが、はい、今夜はゲストとして最強の味方をお迎えしました。元 WBC 世界バンタム級チャンピオン辰吉丈一郎さんと、元 WBA 世界スーパーフライ級チャンピオン飯田聡さんです。辰吉さん、今日の試合の見どころ、ちょっと難しいと思うんですけども、どんなところが注目ですか？そうですね、まあその記録じゃない、その KO 記録といろいろ成績がありますので、ね、はい、それに気負い負けするんじゃなく、相手のいいところを潰していって、自分のペースを持ち込むという、そういうところをちょっと見たいですね。セレスさんの良さっていうのはそういうところでしょうか？僕はそれが長所だと思うんですけど、ね、人の良さを消すというね、はいはい、飯田さんはどうですか？はい、そうですね、本当に同じように、セレス選手はその試合の組み立てとかそういうのがすごくうまいんで、まあ、相手は最初から倒しにかかってくると思うんですけど、はい、それをどう組み立てて戦うのか楽しみですね、はい、後半勝負がポイントになるとも言われていますけれども、はい、それではセレス選手の控え室呼んでみたいと思います。村山さん。はい、現在チャンピオンの控え室ではチャレンジャー陣営立ち会いのもと、ご覧のようにテーピング、そしてこれからバンデージが巻かれようとしています。やはり試合前緊張しているというチャンピオンのセレス小林、徐々に戦う表情になってきました。まさにですね、最大の試練を迎えたセレス小林選手なんですが、今回はどんな気持ちでリングに上がるんでしょうか？デビュー戦は黒星、豪快なパンチがあるわけでも、決してテンプの才能に恵まれていたわけでもない。しかしセレスにはただ一つ誇れるものがあった。温かい家族が。二足のわらじ生活で普段は家族サービスがままならないセレス、そんなセレスのセレスしかできない家族への恩返し、それが勝利のリングに挙げることなのだ。日本チャンピオンになる前は正直もう失うものはない方の人間の方が僕は強いと思ったんですよ。でも子供生まれてね、あ、違うんだなと思ったんですよね。守るべきものがある人間の方が絶対に強いんだなっていうのが僕は今思ってて。試合を目前に控えたある日、セレスの一日は朝5時のロードワークから始まった。ハードなトレーニング、そして過酷な減量が日課。日曜日になるとサウナで汗を流すセレス、しかし減量は極めて順調、サウナに入る必要はないという。しかしセレスがそれでもサウナに入るのはある理由があった。普段の日は僕練習帰るの遅くなっちゃうんで、優香が先食べてるんで、だからまあ、
一緒に食べる機会がないんでね、今日曜日とかぐらいしかないんで、だから少し食べ、一緒に食卓つけるから、うん、家族と一緒に食べるご飯の分だけサウナに入り、グラム単位で汗を流すセレス。セレスの心には常に家族がある。そんなセレスの前に WBA の本部があるベレンゼーラから最強の挑戦者が送り込まれてきた。アレクサンデル・ムニョス、21戦21勝21 KO という恐るべき戦績の持ち主。今まで KO 負けは一度もないセレス。この驚異の破壊力を誇るムニョスとどのように戦うのか。分からない部分が多いんですよ。もしかすると本当の化け物かもしれないし、自分の持ってる力を出さなかったら、出せなかったら勝てない相手だと思うんで。相手が一番得意なパンチが多分右のアッパーだから、怖がってたらボクシングならないから、そのアッパーも顔に、顔面に、おでこにもらう気持ちで前に出ないと話にならないですよ。もうここまで来たらあとは負けるだけなんだよ、いろんなこと正直言うんですよ。ここにもう世界チャンピオンより上はないんだ。自分のボクシングしないでビビって負けるのも、自分のボクシングしようとして前に行ってカウンターバー倒れちゃうのも一緒だ。最大の危機を打開するためセレスに残された道はただ一つ、それは前に出る。強烈なアッパーをかいくぐり捨て身の攻撃をかけるしかない。天才って言われてるじゃないですか。気に入らないですよね、そう思う。やっぱり自信満々でしょ。それも気に入らないし、もう勝ちたいですね。何でもいいですね。もうかっこいいのはいらないんですよ、正直。何でもいいですよ、とにかく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 勝ちたいですね。チャンピオンになっても相変わらず庶民派のセレス小林、チャンピオンになっても相変わらず家族思いのパパセレス小林。今日3月9日は結婚記念日。人生最大の危機を乗り越えるべく、セレスが再び家族と共に戦う。パパずっと世界チャンピオンだよ。そうか、そうだね。ずっと帰っちゃったら。パパ頑張るから。またぜひリング上で優香ちゃんとパパセレスさんのあの笑顔が見たいですよね。そして今日は結婚記念日ですから、はい、奥さんの智恵さんも一緒にね、そういう姿が見たいと思います、ね、間もなくゴングです。挑戦者アレクサンデル・ムニョス、21戦21勝 21KO。 いまだかつてムニョスの右アッパーの前に敵はなかった。まだ23歳のムニョスは自らをこう呼ぶ、タイムボムと。 WBA 本部のあるベネズエラから最強の刺客はやってきた。セレスに敗れた同郷のガメス、そしてロハスの仇を討つために、そして世界のベルトを取るために。果たして次元爆弾ムニョスは今夜も炸裂するのか。チャレンジャーの控室です。チャレンジャー今朝は8時に起きました。朝食を取った後散歩をし、その後お腹が落ち着いた後、なんと1時間30分昼寝をしたそうです。非常にリラックスしています。武道館に到着した後もこの控室、大きな笑い声が漏れるほどです。少しさすがに表情締まってきまし、締まってきましたが、タイトルマッチ前とは思えないほど余裕です。驚くほどの余裕を漂わせているチャレンジャーです。達也さん、このセレスはムニョスのどういうところに気をつければいいんでしょうね。てかさ、もうムニョスって言うんですか。はい、そうです。試合を見たことがないんで、何を気をつけるか、何を打つのかもう分からないんで、何とも言えないですね、今は。なるほどね、はい、飯田さんはどうですか、戦績とかから類推して。そうですね、早い回の KO も多いし、で今日 もうリラックスしてる自信もあるっていうので、はい、まあ、最初からガンガン来るんじゃないですかね。達也さん、セレスはもう世界戦経験積んでて、ムニョスは初めてなんですよ。そういう面で何か精神的なものって影響するんですかね。これはその選手が世界戦をやるとリングに上がった時に感じることでしょう。ははは、だからその時にそのムニョスがどう思うのかは、それも分からないですよ。で1ラウンドの動きを見てればある程度こう予想はついてくるかなという。1ラウンド、2ラウンド、なるほどね。序盤を見てみないと分からないですね、はい、どうにも。はい、分かりました。さあ、北
待が高まってまいりました。その前にまずは史上最高の東洋太平洋タイトルマッチをご覧ください。